アンソニー・マッコイはカリフォルニア州フレズの出身の元アメリカンフットボール選手 NFL のシアトル・シー・ホークスワシントン・レッドスキンズに所属していた現役時代のポジションはタイトエンド高校ではタイトエンドとアイドレシーバー及びディフェンシブラインマンとしてプレー、最終学年では70回のレシーブで1210ヤードを獲得 15TD を挙げるとともに ディフェンスでは65タックル、14サックを挙げた。USC に進学した彼は、1年時の2006年は怪我のため、シーズン最初の3試合及び、ミシガン大学とのローズボールの4試合の出場に、とどまり、レシーブなしに終わった。2年時の2007年には、全13試合で控え、タイトエンド、スペシャルチームでプレイし、2回のレシーブで18ヤード、1TD を挙げた。 3年時の2008年には先発に昇格し22回のレシーブで256ヤードを獲得 1TD を上げた。4年時の2009年には怪我のために試合に欠場したが10試合で先発出場した。ボストンカレッジとのシーズン最終戦となったエメラルドボールでは学業成績を落としたため出場できなかった。 この年22回のレシーブで457ヤードを獲得、1TD を挙げた。ノートルダム大学戦では5回のレシーブで153ヤードを獲得した。この年カレッジフットボール最高のタイトエンドに与えられるジョン・マッキー賞のセミファイナリストにも残り、パシフィックテン・カンファレンスのオールチームにも選ばれた。大学4年間で先発23試合を含む40試合に出場し、 46回のレシーブで731ヤードを獲得 3TD を挙げた。2010年の NFL ドラフトではその年のタイトエンドの有力指名選手の一人となり、6巡で大学時代のヘッドコーチ、ピート・キャロルが指揮するシアトル・シー・ホークスに指名された。2010年11月7日のニューヨーク・ジャイアンツ戦でデビュー2試合に出場した後、膝の負傷により、 11月27日に故障者リスト入りした。2011年は全16試合に出場2タイトエンドを用いた際の9試合で先発出場13回のレシーブで146ヤードを獲得した。2012年全16試合に出場5試合で先発出場した。第2週のダラスカウボーイズ戦では キャリアハイの5回のレシーブで22ヤードの TD レシーブを上げた。第4週のセントルイスラムズ戦では、第4球残り1分に、ラッセル・ウィルソンのターゲットなったが、転倒し、相手ディフェンスがボールをインターセプト、シーホークスは13から19で敗れた。58から0で対象した第14週のアリゾナ・カージナルス戦では24ヤードの TD レシーブ。 67ヤードのレシーブを記録、合計105ヤードを獲得した。シーホークスのタイトエンドが100ヤード以上をレシーブで記録したのは2008年のジョン・カールソン以来で史上4人目の記録となった。第16週のサンフランシスコ・フォーティナイナーズ戦では6ヤードの TD レシーブを挙げた。この年、ザック・ミラーに次ぐ第2手として18回のレシーブで291ヤードを 獲得、3td を挙げた。2013年5月21日のチーム、合同練習中に、アキレス腱を部分断裂し、3日後の5月24日に、手術を受けた。全治には6ヶ月から9ヶ月かかると診断された。5月28日に、一旦ウェーバーされたが、その後、シーホークスの故障者リスト入りした。ドラフト前、レシーブ能力は高いが、 一歩目のダッシュは遅いと評価された。また、何ブロックに何がある。ありがとうございます。